私たちはあなたたちの行動を全て把握してる。この島にシーザーを連れてきた瞬間からあなたたちは彼の罠にはまってるの。フクロウを前にしてもお前は少しも臆するところがなかった。それに比べ私はそんなに昇進することが重要だと思うか。あいつはアビスの意志を手に入れるための鍵なんだもの。あいつは僕らバスカビルにとっては危険な存在。こちらの世界にいちゃいけないんだよ。やればできるじゃない。そんなに驚かなくても。もしお前がその術をマスターしたらおかげになれると認めてこの首飾りをお前にやろう。あの術が使えんのは四代目とお前ぐらいだよ。そこは怪しくないっていうところじゃないの。親からの期待も薄い立場のせいか彼はあまりにも自由奔放で。私たち水泳部は去年の春自分たちでプールを修理するところから始め水泳部を作りました。